はいはい、皆さんこんにちは。アート系トーク番組アートエア、今回、抽象世界展についてお話ししていきたいと思います。私アートについておしゃべりする、辻大地と言います。皆さんごきげんよう、お元気ですかね。2019年5月25日から8月の、4日まで大阪の中之島の国立国際美術館で開催しております。抽象世界展見てきました。すごい楽しかったです。今回この抽象世界展ね、まあ、一見ちょっと抽象がわからって、まあ、僕も今回見に行った時に、近くで見てたおばちゃんが、おっちゃんに連れてこられたおばちゃんがもうわからんなぁ言いながら、見てたんですが、まあわかりにくいですよね、一般的にね。でもなんかそのなんか魅力あるし、なんかかっこいいなとか、車両ツヤなとか、なんかでも気になるなみたいな、部分もあるのがこの抽象絵画って言われるものの、まあ、世界なのかなと思うんですが、今回の抽象世界展は、80年代以降の主に欧米、西洋、欧米かな、アメリカもちょっと入って、欧米の、13人の作家、まあ、80年代以降の新しい動向としての抽象絵画みたいなのを、紹介したいということで、展示されてたんですね。まあ、それについて、ちょっとお話ししていきたいと思います。こんな感じですね。美しい。で、これ国立国際美術館の案内なんですが、今抽象芸術が復活しています。前世紀初頭の前衛芸術としての抽象と、戦後美術批評に擁護されたアメリカの抽象が美術史上の主要な先例であり、代表的動向でもある抽象芸術が、近年ヨーロッパとアメリカにおいて注目しています。まあ、1950年代60年代ぐらい、まあ、前衛って言われてたね、ファインアート、純粋芸術みたいなので、抽象芸術のジャクソン・ポロッカのドリッピングの、ね、絵の具を垂らしたものとか、カラーフィールドという大きな色面を使ったマーク・ロスコとかね、まあ、そういう20世紀を代表する抽象芸術というのがあって、ただまあ70年代ぐらいになると絵画の死みたいな、まあ、絵画っていう考え、イデオロギーを更新していくね、モダニズムというのがどんどんこう、終わっていくというか閉じていく中で、まあ、ポストモダンの時代みたいになった中なんですが、実は抽象絵画というか絵画自体何回も死んだり復活したりしている中で、まあ、80年代以降またね、進歩的な美術観から解放され、美術遺産と柔軟な関係を結んだ抽象芸術っていうのが、まあ、欧米を中心にね、まあ花開いたというか行われていて、まあ、それの再評価が近年進んでいると。まあ国際展、まあ、特にマーケットの方かな、マーケットの方でものすごく抽象絵画というのは、依然人気があって、活発ですよね。で、まあそういうものを、まあ、日本でも、動きとして、ね、あまり紹介されてないということで、今回国立国際美術館で、まとまって、紹介したいということですね。この学芸員の中西博之さんという方が今回中心になってキュレーションされております。で、中西さんはエッセンシャルペインティングって言ってね、2006年の、同じく欧米の具象絵画が、まあ、復権してきた、80年代以降新表現主義とかドイツ表現主義とかね、まあ、いわゆるこう抽象ではない具象の復権みたいなのと、まあ、ドローイングの復権ですよね、線描とかお絵描き、落書きみたいなのの復権の中で、欧米の具象絵画の、紹介みたいなことを2006年にやられた、学芸員でもあって、まあ、その方が10年越し、2019年ですかね、十何年越しに今度は抽象っていう、まあ、またパッケージでやられたというのは非常に興味深いなというので楽しみにしておりました。で、参加する作家は、この、13人の作家なんですが、まあ、亡くなられてる作家が、でも何人かおるか、1920年、30年、40年代生まれで、2017年とか2015年に亡くなられてる方が4、5、6人。で、50年、60年代生まれとか70年代生まれの作家も、まあ、3分の2ぐらいいてるかなっていう感じですね。それで、まあ、今回ね、エッセンシャルペインティングの時は、
結構その作家ごとのブース展示みたいな、ね、ギャラリーがまあ10個か15個あるみたいな感じですごく部屋を仕切ってたんですが、今回はなんとほとんどパーテーション仕切りを使わずにドカーンと、国立国際美術館の地下3階もほぼほぼパーテーションない、大きく2フロア、あ、2フロアじゃない、大きくは2分割にはなってるんですが、もうそれは多分建物の構造として仕方ないですけども、考え方としてはもうほとんど、全部一つの世界、まさに抽象世界を作るっていうね、それぞれの作品が仕切られずに、お互いに響き合いながら、まあ、大きな抽象の世界を作っているというような展示構成になっています。だからもしかしたら遠方から来た方で、まあ、東京とかわざわざ来た方でね、なんかあのパッと見れちゃうんですよ、仕切られてないから。見ようによっては20分ね、15分ぐらいでパーッと歩いたら見終わっちゃうので、あ、もうこれで終わりみたいになっちゃうかもしれないですが、丁寧に見ていくと本当それぞれの抽象の世界っていうのがいろいろ展開されてて、あの僕は結構、何時間かな、3時間近く見てましたね。まあ図録、この図録に、ほとんど中西さんの特徴であまりキャプションに説明をだらだら書かないっていうのがあって、もうほとんどすっきりした展示で、ただ作品解説の図録の方にね、あの簡潔にされてるものがあって、僕一回一通り何も、解説図録読まずにまず見て自分なりの感想というか、思いみたいなのを持った上で、今度椅子の上にね図録が置いてくれてたので、それを図録見ながら、まあ、全部解説読んだんで、それ読むだけで 4,50 分かかってるよ。でも、まあ、面白いですよね。でもやっぱり文章でしかわからない内容も入ってるので、あ、そういうことだったんだみたいな感じで、見ながら楽しんで、でもう一回一周するみたいな感じで3時間ぐらいかけて見ました。で、今回写真撮影が、基本禁止、できないので、なかなか番組にしたいけどどうしようかなってちょっと悩んでたんですが、まあウェブサイト上でね、公式に上げられてる、写真の中で、まあ、引用しても大丈夫かな、可能なのかなっていうものを一応引用っていう形で今回、写真紹介させていただいてます。で、これはブラアートの、ウェブサイトから引用させていただいたり、あとは小吹さんっていう関西のね美術ライターの、小吹さんが、レセプションパーティー行かれた時の様子撮ってネットで上げてられてたのをちょっと、会場風景として引用させていただきました。ご了承いただけたら、ありがたいです。で、まあ展示風景としてはこんなズーリーフレットももらえるんですけど、本当にこんな感じのドカンと広く使ったような会場構成になっています。この A のところから入っていくような感じですかね。それで、まずこの A のところにエルズワース・ケリーっていう作品があるんですが、こういう作品ですね。で、今回すごい抽象世界展見て思ったのが、やはり実物見なあかんなっていうことですね。その写真情報っていうかな、インターネットで見る写真情報と実物との違いがあまりにも大きくて、抽象絵画ってこう観念的なイメージがあるので、そんなにこう身体っていうかな、体みたいなことをパッと見考えなくていいような気がするんですが、なんか抽象絵画、まあそのアメリカのね抽象表現主義以降の抽象絵画ですけど、サイズがまあ大きくなっていくっていうか、ものそのものに対する意識っていうのが高くなっていく抽象絵画においては、すごい実際に見てそのサイズを身体的に感じるっていうのがすごい大事だなと思いました。特にこのエルズワース・ケリーの作品なんかは、これ高さが3メーターあるんで、僕の身長が1m63なんで半分ぐらいですよねこの辺ぐらい僕の身長があってって感じで、見上げるような感じなんですね。なんでこの黒の、バナナみたいな形の単形態が下から見るとね、本当にこう遠近法がかかってシューッと細くなって、すごく手にこうスーッと伸びていくような感じで、
僕の子供時代の体験で言うと、奈良の南大門の運慶会計像を見た時にスーッとなんか上に行って頭がちあの高く高く小さくなっていくみたいな、独特のこう天井に対する遠近法っていうんですかね、すぼまっていくような遠近法みたいなのを感じるような作品になってるんですね。でこれ正面からこの図版で見たらそんなん全然わからへんし、あのもう一個はこれ2枚の接合されたパネルってなって、厚さ、5センチと4センチぐらいかな、多分白が5センチで黒が4センチぐらいだと思うんですが、結構厚みのあるパネルなんですよ。だからその2つのパネルがこれ貼り合わされてて、写真撮ってよかったらちょっと斜め45度から撮った写真をここで紹介したかったんですが、ちょっとできないということで、ぜひ現物見てもらえたらと思うんですが、そういうあの身体のこう自分の体と目の高さと、そして絵画の距離みたいな、と角度ですよね、右に行くと左に行くとやっぱりそのちょっとした厚みみたいなとか影みたいな感じるし、正面から見たらこう平面的なのを見えたりするっていうので、まあ、そういうものがものすごく、大事になっていく作品が、まあ、抽象画なんだなと思いました。で、まあ、今回ね、抽象絵画におけるキーワードとして、身体性とサイズの問題、あとは鑑賞距離ですね。まあ私がよく言ってる、絵画鑑賞するときには、2メーターぐらい離れて、まあギリギリ全体が見えるぐらいの距離と、すごく接写して、10センチとか近くで見る距離と、それからもうちょっと離れて、まあ4、5メーター離れて、こう今この写真で見てるような、まあある種の図っていうか記号として見る。まあ、イメージみたいなもの、3点の鑑賞距離みたいなのを、中で、まあ、楽しむとか評価していくみたいなのがあるんですが、まあ、そういうもので、あと素材と物質とか図と字とか、まあ、この辺のことをちょっと今日しゃべっていけたらなと思います。でエルズワース・ケリーのこの探検ね、もうとにかくこれはすごい良かったんで長く見てたんですけど、国立国際美術館の建物外観の、こういう形、にもすごく、類似してるし、あとは白と黒の立ち、最もこう色で言ったら強い対比のある、明度対比のあるもので画面を構成してるっていう部分では、まあ、もちろんこの図と字の関係ですよね。図があって、これやったら器っていう図があって、黒の字がある。でも反転させると字が、人の横側になってて、白が背景に行くような、これずっと絵画の中ですごく大事な図と字の関係を、このエルズワース・ケリーの作品はもちろん考えさせであろうと。で、まあ、中之島のね、アイコンになってるシンボルなんかもこの携帯にすごい似てて、用意してたんだけどちょっと見当たらなくなっちゃった。まあ、そういう意味では本当に最初の初っ端のね、この A の位置にエズワース・ケリーの作品があるっていうのはまあいいなと。まあ、アメリカの作家で1923年生まれですね。でその次に、同じ図と字の関係の中で、まあ、展開しているというのが今度ラウル・デ・カイザー、お化け2007年。でこれはラウル・デ・カイザーすごい商品で 34×28cm で、今回も何点かな、6点商品、まあ、同じぐらいのサイズで描かれてましたね。ベルギー出身の1930年生まれの作家で、まあ、ベルギーって風俗画の伝統があるので、そういう風景みたいなものとか、日常のまあ出来事みたいなのを抽出して、まあ、要するに具象の形態を抽出して抽象にしていくような作家ですね。でその中で図と字の関係がとかも色彩の関係が現れるみたいな作品でした。で次、ダン・ファン・ゴールデン、タイトルが「ヘーレン・ルックス・ワ」、1993年の作品ですね。ゴールデンは、オランダ生まれで1936年生まれになります。
で、あの日本の装飾とか、まあね、着物とか装飾とか飾りみたいなのに興味を持ってまして、まあ、こういう作品です。でもちろんこの赤と白っていう図と字の関係とを探ってる部分もあるし、まあ、あとはこういう形式装飾っていうパターンみたいなものが、どういうふうにその絵画としてなりうるかみたいなね、あの会場では、こういうこれが 120×95cm の作品なんですが、会場全体を壁全体ですね、でっかい壁全体を装飾の、テキスタイル布みたいなので覆ってる作品なんかもありました。でそこに部分的に四角をつくフレームを作って切り取ったら絵画になるのかなみたいな、そのデザインパターンとフレーミングの問題、切り取りの問題とか装飾と図と字の問題、もしくは日常の、ポップアートですね、1960年のポップアートみたいなものとの関係みたいなのも探っているような作家ですね。まあ、日常にあるフレーミングが、色を変えて複数のバリエーションを作ることで、まあ、探っていくと、イメージとか、図とか、字とかの関係を探っていくというような作家ですね。で今回のそのファンゴールデン、ダン・ファンゴールデンとかにも代表されるんですが、何人の作家はあのかなりいろいろなあの方向で絵画っていうものの平面性とか抽象性みたいなのを、追求するような作品が多かったですね。このゴールデンの中でほとんど作品普段はあんま作らなくて、世界中をこう旅して、オランダの助成金、アーティストを助ける助成金をもらいながら極貧生活として世界中を旅して、まあこういうふうに要望があって作ってくれっていうか、展示があったらそれに向けて作るっていうような作家で、その中でまあ毎回コンセプチュアルな、抽象世界っていうかな、抽象絵画の方法でも試してるっていう作品で、この3つとも同じダン・ファン・ゴールデンの作品なんですね。まあ、左なんかはどっちかというとさっきのラウデ・カイザーみたいなのの、まあ、抽象、具象、具体的な形を抽象度を上げていくみたいな図と字の関係とかとも見れるし、一番右の同じ作品もゴールデンの作品なんですが、彫刻のオブジェみたいなものをね、シルエットみたいな傾いてやってるんですが、これも、この図と字の関係みたいな部分で、ロールシャハットテストみたいな部分で解釈して見ていくことも可能なのかなと思います。なんでこの抽象世界展に出てる作家っていうのは、まあこういう図と字であるとか、あとはまあトリックアートなんかで出たり、オプアートとかでも紹介されたこう差しですね、目の錯覚っていうかな、目の見えるっていうことですよね。で目だけじゃなくて、その身体、これも右左に体揺すぶると、すごいこう表面の絵画、本当は平面フラットなはずなのにこう振動するじゃないですか、バイブレーションが起こったりしますよね。で前なのか後ろなのかわからないみたいになったりする。でこういう、繰り返しのパターンとか幾何形態とかストライプの組み合わせであるとか、まあ、あとは白と黒とか対比の問題、色彩の問題とか、で水平垂直ですよね、水平垂直の問題とか、まあ、こういう抽象絵画、20世紀初頭の抽象絵画がいろいろ探求した追求したことを、まあ、複雑に展開しながら、さらなる、まあ、抽象世界の探求みたいなことをしている作家が、まあ、評価されているっていう形ですね。こんな感じでだらだらと喋ってて大丈夫。ちょっといつも一人で喋ると最初ね、ぐわーってこう行っちゃう誰も対談じゃないので、まあでもなんか本当ね、味わうって感じでしたね。目と体使って前から見たり横から見たり、ちょっと下からね、ライトって大体上から当たってるんで、こう斜め下から這うようにして、這うようというか斜め下から見上げるようにしてみると物質性がよくわかるんですよね。絵の具の塗料の厚みとか、
なんかそういうふうにいろいろ味わって楽しんでましたね。じゃあ次の作家いきますか。次の作家はダダンとギュンター・フォルフ、無題、1990年の作品ですね。ギュンター・フォルフは、確かドイツやったかな、うん、ドイツの作家で1952年生まれ、2013年に亡くなられてますね。まあ、非常に分かりやすい水平垂直の組み合わせと平面性みたいなことを探求している作家で、まあ、これが今回の展示風景、ギュンター・フォルフの展示風景なんですが、まあ、グリッドですね、グリッド構造、格子状構造の中でどういう画面展開ができるかっていうことです。で、一番左のこのちょっと遠いエメラルドグリーンっぽいストライプですね、グレーとエメラルドグリーンのストライプの作品は指示体、キャンバスがなんか鉛を使ってるんですね。キャンバスっていうかその指示体のところに鉛が張ってて、そういう物質性の問題みたいなのも扱ってました。同じドイツの作家でジグマール・ポルケなんかも亜鉛とかね、鉛とか使ってたと思うので、その絵の具以外のものを、使ってくる。でそれはその銀箔とか金箔とかもそうですけど、色彩以外のものみたいなものもありますね。だからその、光るっていうものは、光るものっていうのはその色彩以外を、ちょっとこう超えていく、超えるじゃないな、色彩とはまた別の次元のその効果やったり 見え方みたいなのを示したりするので、まあ、ミニマリズム以降の作家っていうのはそういうね、まあ、絵の具以外のものを使い始めていくっていう、ね、桑山忠明さんでしたっけ、とかもなんかそういうラメっぽい絵の具を使ったりしてますよね。で同じ、これちょっと写真と実際だいぶ違うんですけど、かなりラメでピカピカ光って、右と左に左右動きながら見るとめっちゃキラキラするキラキラ系の作品なんですが、ジョン・アムレーダーの作品、これも結構でかかったです。2メーター15センチ ×150 センチ大さじっていう作品なんですが、まあこういう色以外の効果みたいなものを使う、作家も見てたと。でその流れで一応今回抽象世界、抽象絵画展ってなってなくて、抽象世界であったらこういうその絵画平面以外のものでもオブジェクト、彫刻っていうのかな、立体っていうのかな、その中でもちょっと抽象的なものを、扱っている作家が、何人か取り上げられてましたね。そんな多くはなかったんですが、これはポスター、チラシにもなってた、作品で、フランツ・ベストですね、オーストリア生まれ、1947年以降の作品で、まあ、フランツ・ベストはなんか図録で図版で描いてたの、作品の意味や理解は常に、動的で変化するので、この何つかな、その見え方っていうかな、見える場所とか動く、見方みたいなのも立ってみるか座ってみるかとか動いてみるかとかでも変わってくるし、これ一見石っぽく見えるんですけど、厚紙とか、パピエマシェっていうかな、なんかその石ではない素材ですよね、に絵の具アクリル塗料を塗ることでそういう質感を出したりしてて、あ、これ石、差し石かなと思うけど石じゃないんや、石やったらこんなね針金のみたいな細い棒でこんだけ乗ってるのは自立するはずがなかなか難しいと思うので、まあ、そういうちょっと絵っていうような効果を狙っているような作品ですね。で同じ、作家で、ここですね、これが、まあ、フランツ・ベストの作品なんですが、向こうに発泡スチロールみたいなに絵の具で塗った椅子っぽいみたいなのもあるんですけど、これも座る座らないとか場所によって見え方が変わる、なんか椅子っぽくも見えたりみたいなね、図版ではそういう関係性によって文脈が変わるっていうところが、まあ、関係性の美学と少しつながってるんじゃないかみたいなことも書いてましたね。あ、エポキシ重視をこっちは使ってますね。
ジョン・アムレーダは、スイス生まれで1948年生まれですね。なんか注ぐ絵画っていう名前、ポアペインティングっていう風に自分でなんか名前してるみたいですね。ルイス、モーリス・ルイスやったかな、あのカラーフィールドで絵の具垂らすような作家とね、一緒の中で語られたりもするみたいですが、ただアムレーダ、ジョン・アムレーダはまあいろいろやってるんですよね。垂らすだけじゃなくて、垂らしたものと光らすとか、その横にストライプの作品を合作にするものとか、だからアンフォルメルとか不定型の運動、イタリアのねアンフォルメル運動とか、ミニマリズムの絵画とか、もしくはハードエッジの絵画みたいな、そういうものの、先行世代がやった作品をもう一回こういろいろ組み合わせたり見方を変えたりして再提示しているような作品になっています。まあこんな感じでいろいろ展開しているのが抽象絵画かな。だから今言ったような情報はちょっとね図録見ないと、あ、そっかみたいなところと、まあ見なくても分かる部分と見ないと分からない部分なんかもあったりしますよね。で、なかなかね抽象絵画っていう言語が、まあ、見に行って直接作品の前で話すのが一番説得力があると思うんですが、このギュンター・フルクの水平垂直の、まあ、近くにね、右隣らへんかなにあったのがミハイル・クレバーの作品で、これが、6点一組の作品です。こんな感じでね。でミハイル・クレバーもかなりコンセプチュアルな抽象絵画のアプローチの仕方をしてまして、毎回展示場所の展覧会に合わせてその都度、絵画を描くと。で多分これね、リウーファー国立国際美術館が常設というかコレクションにて、リウーファーの点より線よりみたいなものを、引用してというかね、参照して自分なりにまた作り直しているような感じがしますね。この点とか、繰り返しの重なりとかで線のちょこちょこみたいなとかね、この辺なんかかなりリウーファーのモノ派の作品に類似してるなと思うんですけど、なんかそういう風なアプローチの仕方をしてる。多分ミハイル・クレバー他の作品はまた全然違う作家スタイルなんだろうなと思います。だからギュンター・フルグみたいに作品のスタイルがあって、その作家なりのテーマ、グリッドであるとか物質素材みたいなものがあって、それをずっと20年30年にわたって追求している作家がいる一方で、ミハイル・クレバーとかのように、過去の先行世代の抽象芸術みたいなものを、考察して、それの組み合わせであるとか展開によって、まあ、新たなその形式というかな、作品みたいなことを生み出していく作家みたいなんで、まあ、大きく分けてそのコンセプチャルというかな、考え概念としてやっていくタイプと、自分の作家スタイルみたいな、それはまあ20世紀の前衛芸術の作家なども大体そうだったと思うんですけど、自分なりの作家スタイル、テーマみたいなのを持ってやっていく作家に大きく対別されるのかなと思います。でこれはまあ一つスタイルを持って、ずっと追求していく追求型の作家ですけど、トマ・アブッツですね。これが商品で 48cm×38cm ですね。1967年生まれ、ドイツ生まれの作家です。で、トマ・アブッツはターナー賞とか取ってたんで、前から実物みたいな、すごい小さい作品や、高い評価を受けてるってどんなんだろうと思って気になってて、今回3点出されてたんで、見に行けてよかったんですが、まず、このサイズは決まりごとで、このサイズに、で必ず描くっていうルールがあるんですね、トマ・アブッツはね。だから全部 48cm×38cm でした。それと、
いきなりこう全体のこの図とじっていうかデザインみたいなものを考えずに部分から書いていって足し算のように書き進めていくっていうのもトマブツのルールですね。それとあと絵の具の塗りもこれも写真では全然わかんないんですが何回も何回も塗り重ねてだいたい1年ぐらいかけて塗り重ねたり削ったりまた絵の具重ねたりってしてこの表面の平面を作っていく。だからすごく近くで見ると接写して見ると1ミリとか2ミリの絵の具の厚みそれぞれのこの色面と色面の分割のところに少し絵の具の塗った厚さの段差みたいなのが見えたり手塗りの手仕事の跡が見えたりして、まあ、ある種のこう親密な手作り感みたいなものが感じれると。で、まあ、それを予想してたんであやっぱこんなんなんやと思ったんですけど意外にね最初近くで見るとあんまよくまあ大したこともないっていうかこんなもんなんやって、まあ、予想通りやなっていう感じだったんですが2回かな2周目してた時にちょっと距離を1メーター20センチぐらい離れてみたら結構そのまた見え方が全然変わって近くで見るとやっぱり物質とか 手仕事みたいなのが見えるんですけど1メーター20離れてみるとこの写真で見てる感じにかなり近いんですね。その塗りムラとかも見えなくなってくるのでそれとやっぱその空間がすごく面白いなってここにグラデーションのグレース入れてるんですけど、いわゆるフラットベッドっていうペタンとした画面ではなくてペタンとしてる中にちょっと微妙な段差奥行き重なりみたいなのがあってでトマブツのとこじゃないですかこの Z 軸ですねこうギザギザ雷みたいなギザギザをこう画面の中に入れて構成していく。でこれはまあ印象派とかセザンヌとかが得意とした Z 軸構図って言われているもので絵の中をずっと目線がこう誘導する方が絵画っていうのは長く見てもらって、まあ、味わえるっていうような、まあ、絵作りの方法があるんですけど、まあ、それを入れてたりその中で独特のまた空間の奥行き遠近法みたいなのを作ってるんですね。でこれ見た時に全然サイズ違うんですけどこの前番組に出ていただいた湯川正則さんの作品まあこれ162センチかける162センチとか場合によっては 2,3 メーターの作品を結構描かれる作家さんなんですけど、全然サイズは違うけど湯川さんの作品は楕円円の重なりとかグレースの構成によって独特の空間遠近感みたいな平面を作っててトマブツは基本的にはこう Z 軸ジグザグ線みたいなのを使いながら、まあ、独特の空間を作っててこの湯川さんとトマブツなんかはその新しい、まあ、空間表現とかなを探求している作家として言えるんじゃないかな。この2人の作品ね、まあ、横に並べて展示してもすごい面白いんじゃないかなと思ったりしました。それで、さっきのフランツベストのね、これ一瞬岩に見えるけど岩じゃなかったっていう話なんですが、そういう素材感みたいなものをテーマにしている作家がいてまして、ウーゴロンディ・ノーネ、このレンガみたいな作品なんですけど、ウーゴロンディ・ノーネどこだどこだレンガだ。まあこれね遠くから見たらレンガに見えるんですけど、近づいていくとまず油絵の具が乾ききってないので油絵の具の匂いがプンプンします。で絵の具の塗った厚みかなりね油絵の具を1センチかな5ミリぐらい分厚く塗ってレンコのオレンジショッピングオレンジみたいな色でレンガを作ってるのを近くで見ると絵の具の塗りムラみたいなのがはっきり見えます。だからその遠くから見たら一見これはレンガやなって思うんですよ。この写真で見てもレンガの壁だなと思うんですけど近くで見たらいちいち絵の具で塗ったもんなんだと。でこれ裏側に回れるようになってるんですけど裏側から見るとボロボロな麻布を5、6枚こう剥
張り合わせて、つなぎ合わせて一つの平面にしてるんですね。だから結構近くで見ると全然フラットじゃなくて、こう波打ってるんですよ、ボコボコボコって。で後ろから見るとそれが明らかにわかると。だからそういうパッと見のイメージ、見た目の図像っていうかな、に騙されるっていうか、まあ人間っていうのはそのあレンガやね、お花が描いてたらお花やねって言って、ある種こう図を記号的に捉える、まあ、図式っていう方、幼児のね小学校とかね図式記って言い方するんですけど、 LINE のスタンプ、絵文字のように、まあ、記号として絵を見ると。で抽象絵画見に来てわからないなっていう人のほとんどは多分その絵っていうか描かれてるものを図式、図の意味、絵文字として読み解こうとするんですよね。だからこういうのだったら、図式のイメージとして何が描かれてるかなって、アイスクリーム垂れたんかなとかいう記号がはっきりしないじゃないですか。まあ捉え方がかなり開かれてるので、抽象画っていうのはそれがだからわからないとかつまらないってことになるし、逆にこれだったら、ね、レンガだからなんなんみたいな感じで、また逆につまらない、分かりすぎてつまらないみたいな風になったりする。でも抽象画とか、まあ抽象画に関わらずですけど、絵画そのもののやっぱり豊かさっていうのは、その図式、絵文字だけに回収されない意味の豊かさだったり深さみたいなのを出すことが、まあ洗練されてくると表現できるようになるし、鑑賞する側もそういう風な受け取り方のリテラシーを、経験値を増やしていくと豊かにこう受動すること、まあ、受け取ることができるので、まあ、そこがやっぱり絵画を見ることの醍醐味だと思うんですよね。だから、まあ、そこをどういう風に経験を豊かに、蓄積していくかっていうのは、まあ鑑賞する側も作る側も、もしくはそれをこういう展示する美術館で展示する側も、まあすごく、どう積み重ねていくかっていうのは大事になっていくことなんだろう。まあどういうにしていくかってことは、まあ一つ別の課題としてあるんだろうなと思います。でよいしょ、ロンディーネさん見つかりました。スイスの作家で1964年生まれですね。でまああとね、実際この辺まで近くまでの前でレンガ立つと結構オレンジの色が反響してて、ちょっと超現実というか夢の世界っぽい感じ、オラファエリアさんの光の体験を少し、感じるような感じになってたり、あとこの裏側の、左側の下にはなんかそのロンディーノさんのピエロの、サインなんかもあったりするんで、よかったら探してください。で次の作品がスターリング・ルビー、2010年の作品ですね。これかなり巨大で、高さが3メーター10で、横が4メーター69センチ。だから僕がこれぐらいですかね。かなりでかい、もう本当壁って感じの作品になってまして、ルビーはドイツ生まれ、1970年のドイツ生まれなんですが、アメリカのロサンゼルスに移住して、ストリートカルチャー の壁の落書きとかね、まあ、そういうのからインスピレーションを得て、こういうスプレー式塗料を使った巨大なこう壁みたいなのを作ったり、いわゆる彫刻みたいな、こう金属のモダン彫刻みたいなのにいわゆるグラフィティの落書きを入れたりしてね、そういう路上のストリートの落書きとか痕跡なんかスプレーで塗るみたいな、そういうものから何か作品を考えていく坂ですね。だから絵画を考えた時に、まあモダンアートの平面性とか、図と字の関係みたいな、フォーマリズム、形式的なこと、まあ、形とか色素材について意識したものがある一方で、身体性とかね、ドリッピングして絵の具をぶちまけるとか、サイトオンブリのこう8の8のグリグリグリってしたこう壁の落書きとか、その身体性と痕跡性ですよね。人間なんか電車の走ってる下のでっかいこう高架下に壁があったら、スプレーあったらちょっとなんか俺ここにいてました、天井天下唯我独尊とか書きたくなるじゃないですか。なんかああいう俺の存在を痕跡として残すみたいなね、
なんかそういうストリートというか人間の持っている根源的な痕跡にも関する作品みたいなのがこのルビーの作品のまあ一つのテーマになっているのかなと思います。で、まあ、グラフィティのところからいくとこういう文字を扱う作家も抽象世界に似てまして、抽象世界と文字の関係ですよねをどう捉えていくかっていうような考察をしている作家が、何人か出ました。でこれもかなりでかいですね。クリストファー・ウールで2メーター69センチの高さに横が2メーター40.3センチで、近くで見るとこの文字に微妙にかすれとか汚れとか、まあ、あとはこれインクでとシルクスクリーンで転写してたりしてるので転写跡みたいなのが見えて痕跡も少し残ってるんですね。だ記号と身体性とか痕跡とかグラフィティの問題みたいなのがこのでかい平面の中に結構畳み込まれてる作品ですね。で、一応言っといた方がクリストファー・ウール、クリストファー・ウールは何人だ、アメリカ人か。アメリカ人で1955年生まれですね。まあ、オールオーバーっていうか、平面、フラット、文字の平、グラフィティにオールオーバーの平面を作ったりしているってことですね。で、もう一人、ハイモ・ツエ・ベルンニク。これも明らかに文字を使っている平面を作っている作家で、まあ、この人は文字だけじゃなくて、ストライプとか、パステル調 のヨハネス一軒のね、色 あの5番目みたいなのを作ったりして、色を形、構造、またグリッドの構造とか、文字とかがどういうふうに平面を作るかっていうのをまあ考察しているような作家で、これはラブっていう、見てましたね、ラブばっかりのチョップしたり、絵描いたりする作家の作品から、参照、まあ、オマージュしてっていうかな、やってます。ここで LOV ってありますよね。オーストリア生まれ、1958年生まれですね。あ、ロバート・インディアンのアイコン、ラブだね。で、まあ、この人はコンセプチュアルなタイプで、自分のスタイルを持たずに、こっちの人はずっと文字をやってるの。クリストファー・ウールは文字とかグラフィティとか身体性っていうものをテーマに追求していくタイプで、このハイモ・ツエ・ベルニクは、自分のスタイルは持たずにいろんな方法をコンセプチュアルに試していくと、まあ、その中でも平面とか記号とかグリッドとかの問題なんかがまあ伏流してるって感じですね。何が芸術として成立しているのかを、まあ繰り返しいろいろなパターンで、まあ、インスタレーションでも映像もしてたり映像でもやったりして考察しているってことですね。で、まあ、ここまでが大体作品紹介で、まあそうですね、今言った、抽象絵画におけるキーワードとしては身体性とサイズ、まあ、このサイズっていうのは人間の体に対してどれぐらいのサイズかっていうことですよね。で今回すごく感じたのが僕ら結構そのサイズ絵描くときに教育芸大とかあと学校の美術の授業の中でサイズから考えるっていう機会ってあんまりなかったなと思いまして、芸大なんかはその自由課題の3年生の時の自由課題の時に30号で卒業制作は100号とか決められてたので、まあそういう決められたサイズで自分が描いたことないサイズを経験するっていうのはすごい大事だと思うんですけど、一方でこのエルズワース・ケリーのこうでかい3メーターの高さとかこういう自分なりの目と体に対して自分がやりたいことがどれぐらいのサイズだと最も効果的なのかっていうね、サイズに対する考察をさせる課題やったり経験ってあまりないのですごい大事だなと思いました。
特に今の世代ってスマホ世代なので、タブレットの上で画像をでかくしたり小さくしたり自由自在に引き伸ばして全部小さいサイズで、まあ、図像ですよね、小さいイラストみたいなんで見てるんで、その絵画とかオブジェとか物そのものが持ってる存在と身体との関係みたいなことをあんまり経験する機会がないんやろうな。だからこうケリーの作品なんか見て、右から見たり左から見たりしゃがんでみたりとか、こう体使って見るっていう経験をして、そういうリテラシーを作っていくっていうのは、今後 その絵画教育とか、まあ、絵画教育だけに限らずメディア教育ですよね、メディア教育全般で身体を使った、まあメディア媒介物との関わりみたいなことはすごい大事だなと思いました。で、よいしょ、あとはまあ素材、物質、マテリアルで、図と字、痕跡、印、平面性、垂直水平性、空間性、新たな遠近感ですね。で、最後記号学と図像学、まあ、文字との関係ですよね、とか文字とか記号との関係をお話しして終わりたいと思うんですがここから結構大変っちゃ大変なんですけどね、最後のこのツール肉とか、こう文字と色と、図と字の関係とか平面の関係を作品にしている作家がいてたと思うんですが、文字と抽象の関係っていうのを考えた時に、今デザインとかの授業とか、もしくはゲームデザインとかね、あとはなんかで結構授業、ネットで調べたら授業で指導されてるっていうか学ばれるところが多いみたいで、すごく興味深かったので、ちょっとそれについて話していきたいですね。で、まずデザインの観点からこの図や記号についてちょっと話して考えてみたいんですが、まずイクイプメントデザイン基礎っていうインターネットでね紹介されてたものを、ここでもちょっと引用させてもらって紹介して、お話していきたいと思います。これですね、下にまたリンクを貼っておきますね。まずその記号、文字とか記号の最たるものだと思うんですが、まあ、記号コードがあって、それは文脈、並び方やったり前後関係で決められますよっていうのが一つですね。まあ当たり前っちゃ当たり前ですけど、まあ、美術の絵なんかも、先行作品との関係であるとか、場所地域とか美術史のとかマーケット、美術業界の中での文脈の中で評価されていくということですね。で、記号の分類が今前、現代思想、アーティストのための現代思想でソシュール、ソシュールの記号学でシニフィ、シニフィアンって話はしたと思うんですが、その時にパースの、その後、パースの記号論っていうのが、ソシュールのね、記号学を補完する形で出てきてまして、その辺について話を今回ちょろっとだけ、私もその専門家かな、じゃないので、ちょろっとだけできたらなと思って。で、まずね、記号にはイコンとインデックスとシンボルがあるとここでつまずきそうやな。で、まあちょっとだけこういう道路標識とかあるじゃないですか。で、こういうのもこの止まれとかかなり抽象度高いですよね。デザインで考えるときにこういう抽象で示すか、もしくは矢印とか制限速度50キロですよっていう指示標識、まあ、インデックスになるんですが、指示記号で示すか、こう抽象的なその直接的な意味との関係、これ で止まれとか、これで駐車禁止っていうのは約束ごとの上で成り立っているので、なんとなく分かるって、馴染んでたらまた分かるんですけど、でもこういうのは直接の関係がないので、まあシンボルって言われてるんですね。象徴記号で、車ダメよっていう車が書かれてたり、トラックダメよっていうのは具体的なものがイメージされる、まあ
今回の話では具象ですよね。こういうのが、まあ偶像とかイコンって言われてるものです。で、私が結構日常的にこの具体的な、車だねよっていうイコン、偶像と、ある矢印とか制限速度50キロですよっていうような因果関係とか時間とか、指示を示すような指示記号と、もしくはこの、一見それが何を示しているのかわからないが約束事としてある象徴を表しているものみたいなものをよく、もう当たり前のようにそれに触れてるわけですよね。で、まあ基本記号としては文字、マーク、図像、色彩みたいなのがあると。で、多分抽象絵画がわからない人っていうのは、絵画、絵っていうものがある何か一つのこの中の、まあ多分図像やろうな、綺麗な女の人描いてるとか外国の綺麗な建物が描いてるみたいな、まあほとんどロマン主義ですよね。ある種のロマン主義、ユートピア主義みたいなものを、まあ、桃源郷みたいなものを、あの絵っていうのを表すと思ってる人が多いんじゃないかなって、その抽象画がわからないっていうのはね。だからその図像、ここで言うとこう車とかバスとかか、バイクが書いてると、ああバイクねってわかるんやけど、指示標識とか、あの象徴的な書き方されるとわからなくなってくると。だからこれってラブって愛について書いてるけど、別に愛そのものを書いてる、一般的には通念としての愛を書いてるわけではないじゃないですか。愛をこう何回何十人もこう複雑に、あの解体し再構成して、まあ複雑な文脈の上に何かを指示記号している、もしくは象徴しているって言い方ができると思うんですよね。まあそれが隠された比喩、メタファーって言い方したりもしたりしますよね。この辺がなんか分かってくると、絵の見方っていうのがガバッと一気に広がって、あのめっちゃおもろなってくるっていうのが私の所感なんですが、で、まあ、これがまあ今回の言った図像っていうものがあって、具象図像なのか抽象図像なのかっていうことですね。で、いわゆる風景とか現実のものを撮ってる写真なんかは、まあ、何か描いてっていうのが直接的に分かるので、図像になるであろうと。で、まあ、20世紀のその印象派以降は書かれている具体的な意味、イコン、まあ、バスが書いてるとか人が書いてるっていうものをどんどんこう解体していって、指示記号、この何か複雑な形態形が何かを示しているっていうのを案に示したり、もしくはその赤とか青とかが、青が平和を示すとか赤が何々を示すみたいな、ある種の社会的なルールとか規範、約束事みたいなのに象徴的なものをそこに重ね合わせるみたいなことをやってきたんですね。バーネット・ニューマンのジップなんかは、あのそれのまあ最たるものですね。まっすぐ縦一本に線だけがあって、崇高っていう象徴性を表したってことですよね。で、まあ象徴性でいうと、この信号の記号なんかも赤が止まれで、黄色がまあ注意してんけで、青が進めみたいなのも、これは完全に約束事なので、あのまさに象徴を示してると思います。で、まあそういう抽象絵画を描いてる人の特徴としては、そういうこと、象徴みたいなものとか指示記号、象徴記号、指示記号を、類似記号、類似記号というのはそのイコンのことですね。これ見たら丸やなって分かるっていうようなとか、ここに目と鼻と口があればニコちゃんで喜んでるなっていうのは類似記号ですね。プンプンって怒ってる顔を描いたら怒ってるっていう意味の類似記号、イコンですよね。で、まあそういうふうに丸、三角、四角っていうのはみんなすぐ見れると思うんですが、これ何の形って言ったら、って一瞬困るじゃないですか。だからこれはいわゆるすぐに指し示す言葉が与えられていないと。
コロモナの形で言ったら、これとこれ、じゃあ人に説明するときに、より丸っぽい四角みたいな、ちょっと角が取れた四角みたいな、これはみたいになってくると、だんだんわからないなってくる。ひし形、これなんや、ひし形の上と下が、なんかエヴァンゲリオンの使徒に出てくるやつやとか言いたくなりますよ。もうこれはなんかダースベイダーのなんか、飛行船に出てくるやつや。これだと矢印ってわけですよね。でこれが矢印っていうふうに分かるのは、私たちがこれを指示記号として使い慣れてるっていうことなんですね。だからこういうふうに、絵を描いたりで、デザイン考えたりするときに、これは手に持つ形っていうのは、形から類推するようなものになってるんですが、実はそういう抽象とか、象徴とか、インデックス、指示記号っていうのは、一見難しく考え思っちゃうんだけど、すごい日常的に私たちが、実は経験している内容なんですね。で、次はね、立命館大学の映像学部の映像作品研究、ゲーム研究されてるんですけど、公式ホームページの後期の授業が上がってたのに、すごく面白いそのイメージとか図とか記号にね関わるものがあったので、今から紹介させてもらいます。まずこれからいった方がいいかな。ちょっと待ってくださいね、準備します。ゲームをもう皆さんよくやられてると思うんですけど、スマホとかでもゲームは本当にね、記号のオンパレードでして、まさにここから抜け出して、俺やろうかな、なんかここから抜け出して抽象世界かけそうな気がしますよね。ここからのこういうのね、これ立命館大学の授業の中で紹介されてたものなんですが、面白いですよね。もうちょっと小さいね。いわゆるこの矢印っていうのは指示記号ですね。さっき言ってた指標記号って言われるようなもので、で、ここ押せばこうなりますよっていう風な、時間的とか空間的とかの、指示があったり、もしくは因果関係を示す、こうすればこうなりますよというものが因果関係で指標として表されているものが、この点々の指標記号ですよね。で、アイコンというのはもうそのまま直接こう図像っていうか、顔が描いてたり物が描いてたりするっていうのは分かりやすいようなものになってて、これが類似記号、擬似記号でイコンと言われているものですよね。で、黒の実線が象徴記号で、直接これだけでは何を表しているかわからないけど、約束事としてそうなってますよみたいなもので、このゲームの画面だけでもものすごくそういう記号だっていうのが溢れてるわけですよね。で、ここで立命の中で説明されているのは、類似記号イコンっていうのは具体的な事物を想起できるもの、写真とか彫刻で人物の彫刻があるとか風景画が描いてるようなものですね。で、指標記号インデックスというのは具体的な事物を想起できるもので、ある事象を指し示すもの、風緑の示す方向とか手の指し示す方向とか、積乱雲を見たら夕立が降るなっていう因果関係を示すものなんかがインデックスって言われるものですね。で、シンボル、象徴記号っていうのが解釈を介して記号と対象を結びつけるもの、軍の旗、軍旗とか合言葉とか心情とか、最たるものは文字やったり数字ですね。その中で使ってる文化の約束5メートルっていうところでねあれですね、象徴記号になってるとですね。で、これは遊び概念があるかなですね。こういうのがあります。で、これちょっと難しいんやけど、ちょっとだけ入れるか。少し話戻るんですが、ソシュールの、シニフィアンの、記号学の話、ごめんなさい、記
記号学の話で、木っていうものの音そのものが、シニフィアンで、それで木っていう、いわゆる森に生えてる木って意味されるものがシニフェっていう、この右2つの項で、記号っていうのをソシュールは説明してたんですけど、この2つの項だけではちょっと足りひんよねというので、パースが出したのが、この参考モデルですね。記号化っていうの参考モデルで、まあシニフィアンって音と記号とその意味される解釈項と、それでそれを誰が読み取るのかっていう対象の参考関係で考えた方が実践的に使えるよっていうのがファースですね。例えばこの止まれの標識だったら、この止まれの A そのものというか G そのものが記号で、解釈は、一時停止が必要だっていう意味ですね。そしてそれを、対象としているのは車を運転する人だっていうのがこの参考モデルの考え方なんですね。サイン、ザ・インタープリタ、インタープリタント解釈で、オブジェクト対象ってことですね。でまあその中でこうゲーム論みたいなのが語られたっていうのがこの立命の説明です。はい。でこの辺の記号論はね、最近東博樹さんと石田、弘明さんの書かれた新記号論がまだ私も買って読んでないんですが、多分もっとこの先に行ってる話をしてると思うので、興味持たれた方は読んでいただけたらと思います。で、あ、これですね、ソシュールの記号のシニフィアン、シニフィエ、二元論を三元論、パースの三元論にしたっていうものと、田中久美子さんの本からですね、記号と最近、それでね、これもまあ分かりやすかった。まあ、ここで一応最後の整理なんですが、カリン・ユエンさんっていう人が、ね、アメリカのね、アート系トーク番組をやってる人で、また下にリンク貼っときますけど、英語でね、結構僕、すごいたくさんの人が見てて、番組数も多かったけど、その人がこの記号について、タイプス・オブ・サイン、記号の形タイプ、類型みたいなんで、シンボルっていうのはこの再生マークとか一時停止マーク。一見それとは分からないけど、そういう約束事の中で意味が生じるもの。イコン類似記号というのが鉛筆の絵描いて、これは鉛筆ですよって示すもの。で、インデックス、指標記号というのが、こう黒い煙を見て、あ、ここでは火事が起こったなっていう因果関係を示すものみたいな形で説明されてますね。うん、でもそういうので見ると、例えばさっきの文字と意味と色と形との関係であるとか、文字と平面と、グラフィティというか落書きというか壁面みたいなもの、身体性の関係みたいなものとか、まあ、こういうふうに具象を抽象に、引き起こしていったラウル・デ・カイザーみたいなんで、これはなんか森かな地図かなみたいにも読み取れるし、そうではないもの、イコンなのかな、指示表記なのかなみたいな、何かもしくは象徴しているものなのかなみたいなね。エルズワース・ケリーなんか明らかに何か象徴してそうですよね。ものすごい意味深やから、でかくてなんか高いしシュッとしてるしみたいな、ね、なんかそういうものを感じる楽しさみたいなのがあると思います。で今回常設展というか地下2階の方はジャコメッティのね、柳原伊作の作品を、まあ多分すごい高い値段、何億円で買われたので、コレクションにやっとされたので、まあ、それのお披露目会がやられてました。まあ、ジャコメッティ好きな人多い、私も好きで、兵庫県民で昔ねジャコメッティの、こってかい展示されてたんで、あれ見に行きましたけど、まあジャコメッティ展がやられたんでよかったら見てください。彫刻は少ない、1点か2点かな、絵画もタブローは少ないですね。タブローっていうか油絵は少なかったですね。ドローイングが多かったです。まあでも記念なんでぜひ見てもらったらと思うんですが、それよりも同じ常設コーナーで須貝久美さんと、田淵安一さんの作品が、コーナー展示されてまして、
これは多分下の企画展抽象世界との関連できてると思うんですが、さっきのね、あの記号学の話ちょっと思い出してください。こう矢印とかインデックスとかシンボルとか菅井君さんの中にもものすごいそういうのがいろいろ畳み込まれてて、めちゃこれは左の S のね、作品ですけど、めちゃかっこいいなと思いますよね。 S っていう文字と、非常に縦長で繰り返しの意味もあるやろうし、2個重ねたっていうこととで、まあ、S じゃないんやな、これ S じゃないM かなんかわからないけど、それ記号文字象徴文字としても取れるし、矢印はインデックス指示標識があるでしょ、で色と図の関係みたいなのがあったり、なんかすごいいろいろ面白く読み取れる作品でいいなぁ、かっこいいなぁ。だからその下の階の抽象世界展から上に上がってて見たんですけど、全然見劣りしてないとか、むしろ菅井久美さんの方がかっこいいみたいな感じですよね。これ1990年の作品ですけど、でこれ隣のベルナール・フリズの作品で、これは今回展示してなかったんですが、この写真自体がライアン・ガンダーの時の写真なんで、右側展示されてあるけど、まあ、でもベルナール・フリズは実はエッセンシャル・ペインティングの中でも取り上げられた作品で、まあ、ある法則ですよね。トマブツと似てるけど、絶対こうロールっていうか筆を切らさないでずっと絵の具をたっぷりつけて引き続けるっていうような作品で、まあこういうのと見比べても面白いかなと。で田淵康之さん、これ花祭りですけど、田淵さんもこうこの赤と金と白っていうのは、まあ、祭りを象徴的に表した縦縞というかストライプですよね。まあ、お葬式やったら白と黒っていうのも象徴ですし、紅白っていうのもすごい象徴ですよね。色によって何か祝祭を表すみたいな、まあ、そういう象徴的な色の形の形式の問題と、こっちは図像の花の多分桜のイメージなんですが、それが繰り返され上と下上下が反転しているような描き方してるんで、反復とか、イコン、偶像、まあ、類似指標ですね、類似記号、類似記号とか、なんかそういうものとかの、まあ要するに図像ですよね。記号とか図像とかの複雑な関係みたいなところもすごい格好なんですね。というような感じで、抽象世界展見て、いろいろ1時間も喋ってちょっと喉枯れてきた。ちょっとコーヒー飲みます。という感じで非常にね楽しめて、なんかこういうの、そうやな、僕1時過ぎたらいて結局5時までいてたから4時間半いてましたね。まあ図版も読んだりいろいろしたいけど、まあ楽しめたんで、まあぜひぜひ皆さんもね、抽象世界絵画を楽しんでもらえたらなと思います。で、 できたら、この今回抽象世界欧米のね動きみたいなことを紹介されてたんですが、日本のその作家もめちゃかっこいい作品あるんで、この菅井久美さんとか、まあ、もしくは80年代以降、これ1990年代の作品なんで、日本の80年代以降の抽象世界展みたいなものをやってもらったら、かなり面白いのかなって。前国立国際でもエッセンシャルペインティングの後に絵画の庭展っていうのをやって、日本の今その具象絵画の復権みたいなものを取り上げられてて、ただ絵画の庭展自体はかなりね、ちょっとナイーブっていうか神経症的な、ね、なんかこう個人個人の内省的な、こう日本の思想説的な分こう表現形態の悪い部分が結構出ちゃってたので、エッセンシャルペインティングほどのこうなんつうのかな、絵画の豊かさとかかっこよさみたいなのはあんまり示せれなかったような気するんですけど、抽象世界、日本の抽象世界結構いいんちゃうかなって。全然この欧米の抽象世界の後やっても見劣りしないっていうか、むしろより優れてる部分も出せるんじゃないかなって思うんですけどね、80年代以降のね。ぜひまたやってもらえたらな、嬉しいなと思います。まあ、あとは
あのエッセンシャルペインティングとか絵画の庭らへんの後らへんかな前後に絵画の時代っていう国立国際美術館でシンポジウムがあってね、絵画について林美智さんとか尾崎慎一郎さんとか、松井みどりさんとか、まあいろいろシンポジウムされたものがあって、なんでか知らんけど私それ行けてないよね。多分仕事で行きたかったけど行けんかったんやろうなと思うんですが、まあ数少ないんですけど、まあ書籍としてもね残ってるんで、興味持ってもらう興味のある方は絵画の時代っていうことでね、またチェックしてもらえたらなと思います。そしたらアート系トーク番組アートエア抽象世界展から語る、抽象絵画国立国際美術館の展示よりお送りしました。また皆さんお会いしましょう。ではね、さよなら。